ハロウィーンの渋谷駅周辺について、今朝までに大きなトラブルはなかったものの、人出が去年に比べ増加していたことが分かりました。午前7時半の渋谷センター街です。ハロウィーンから一夜明け、ゴミはほとんど落ちていません。渋谷駅周辺では今朝、ハチ公の銅像の囲いが撤去され、多くのボランティアがゴミ拾いに当たっていました。渋谷区によりますと、今朝までに大きなトラブルはなかったということです。一方、ハロウィーンで来訪を控えるよう呼びかけていた渋谷区の長谷部区長は今朝、人出が去年よりも増加していたことを明かしました。22時で1万8000人ぐらいでした。まあ、ですので少し微増、全体的には人数はしていた状況です。仮装している人の大半が外国人になっていたというのが大きく変わったところだと思います。まあ、少し逆戻りしたところも見受けられたようなところがあります。長谷部区長は外国人への周知が来年への大きな課題だとして、引き続き対策を続ける考えを示しました。